率697、2年生ですが通用する。やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思う。藤波みたいに流し警戒で噛めたい。手探りで入ってきますから抑えると抑えないと大違いになりますからね。さあそういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。1球目を見られると怖い。まっすぐツーシーム、低めの初ストライク。何してんねん、先頭バッターを歩かせます。どうしたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、流しました。おっと取った。大丈夫、大丈夫、初球は何から入ってくるか。2球目は何で来るか。ナイスボール、中が決まっています。打ちました、取った。珍しい。これで打席には4番バッターです。マウンド上のピッチャーはメルセデス、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう打ちました。完璧でしょ、多分強い。戦略的凡退。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。バッ、打ちました。これはセカンドライナー。これが流し警戒。バッターボックス、打ちました。ここも抜けること多いよね。バッター、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球ちょっと手が出ない。それとわずかに外れてボール。見るか、見切られた。フォアボール。球を見せてほしいですね。ここは踏ん張りたいところ。超コントロール最強すぎる。いいよね。一塁や右方向、飛距離はありますが守備範囲。セカンドランナータッチしました。さあ強いから徳能を上げよ。入ります。嫌なバッター。ワンボールワンストライクです。ストレート打った。メルセデス最強。しっかり捉えた。ワン打ったバッターはもみくちゃ。ジャイアン初球打った。ジャイアン